では今井さん今井さん行くか。もうなんかだって何がなめてる。なめてたわけじゃないです、なめてたわけじゃないですけど、きっかけなのかなって思ったら、うん、最終的にはなんだろうね、あのチームマルコちゃんが見た昨日の夢みたいな感じ。1回目はね、1周目は様子を覚えましょう。まずもう完全にさ、あの一番最初のさ、わー楽しいかけたのノリじゃなくてさ、アスリートの考え方だった。マインドとしてコースの走り方をね覚える F1 レーサーみたいな感じですよ。1周目は1回目は、そうそうそう、1周目は捨てるんだ。まあ、要素整理しよう。なるほどなるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃあ梅ジャムくんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、今回はですね、僕も大変なんですよ。おっと、おっと、じゃあ、いきますよ。楽しい絵描き歌第3問。わーい、はい、将棋の駒を逆さにフライアウェイ。はい、フライアウェイ。後手を2つつけたらティファール。は？ 2つつけたらティファール。マクドナルドのロゴってこんなんだよね。火山を爆発させる。は？火山爆発？箸で山をつまんだらボートが二隻、線ずつんでゆくよ。線ずつんでゆくよ。ララペチャラ。小さいヨットを浮かべて、ヨット浮かべて、あとはちょんちょん。はぁ、なんだ。首、筋肉、鳥山明のサイン書いて完成だーす。パキパキ。もう何を書いたかわかるんだけど、どうやったらそれになるのか全くわからん。全くわかんないね。大変だ。大変なんですよ、これ。問題は何のキャラを書いてるかですよ。いや、これ絶対にでもね、あのドラゴンボール関係ないぞ、これ。マジで？関係ないの？超、まあまあまあ、まあ、じゃあ、一回、ゆっくりバージョン、ゆっくりバージョン行きましょう。ゆっくりバージョン行きましょうか。本ちゃん書きましょう。本ちゃん、はい、本ちゃん行きましょうか。行きます。はい、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 はい。将棋のコマを逆さにファイアウェイ。ファイアウェイ。トレを二つつけたらティファール。マクドナルドのロゴってこんなんだよね。火山を爆発させる。橋で山をつまめば、ボートが二隻、線ずつんでゆくよ。チャラチャラ、小さい音を浮かべて、あとはちょんちょん。ちょんちょん、ちょんちょん、ちょんちょん。指、筋肉、鳥山明のサイン書いて完成。スパークリング。まず、あの鳥山明のサインを知らねっつーの。いや、それは鳥山明のサインはちゃんと書けなきゃ。なんか思い出した気がする。鳥山明のサインを。なんかあのひらがなじゃなかったっけ、あの人。鳥山、ね、ひらがなだっけ、ね、漢字で書いちゃったな。皆さん書けましたか。書けました。それでは画面共有の方をしていただいて。あの俺途中で笑っちゃったもんだって。お、結構ここ。あれだよね、だよね、だよね、そうなるよね、そうなるよね。そうなるよね。あ、だからなるほど、ね、だからもうおかしいな、あのおかしいな。鳥山明のサインはもう絵に関係ないのよ。あ、そういうことか。もう関係ない。鳥山明のサインはあのよくあるイラストの右下に書いてあるあれなのよ。ということで今回はですね、ベジータを皆さんに書いていただいたはずなんですけれども、シロン君は結構惜しかったと思うんで、今回シロン君からいきましょう。はいはいはい、僕からです、ね、これは立派。あのね、これね、上を見れば分かるんだけど、スペースが若干足りなかったんですよ。まあまああれですよ、局長からドラゴンボールのキャラクターだと、うんうん、まあ素直に受け取る、ね、戦術とかね、だからそう、だから目とあの眉の描き方はもうここだなっていう、こんな感じだなっていうのは、はいはいはい、そのどのキャラでもこんな感じじゃん。そう、確かにそう、うん、あ、山を走って掴むってそういうことか。そう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 。あとの点々がね、もう本当にこれ点々がちょっと なんだってなって、また新しいクリーチャーできてる。あとはちょんちょんの
あなたのちょんちょんは何だろう、適当具合やばいよね、まあ、あそしてね、なんちゃって鳥山明のサインのクオリティが素晴らしい確かに、なんか書きそう、サインっぽく、サインっぽくね、うん、ちょっと実際に僕はこれ何を書いたんですかね。僕ね、悟空かな、まあでも悟空かベジータとか、あのメインキャラクターらへんだろうって思ったの。まあまあまあ、あの惜しかった、うん、これは惜しいわ。頭の反り込みの感じは完全にベジータ出来上がってるもんな、ね、これはじゃあ次なんですけど、バビディに乗っ取られたあのバビディに乗っ取られた方、最初あのメモ取るって言ったじゃないですか。はいはい、はい、もう早いし、なんだかわかんねえし、でもう将棋の駒とりあえず書いたろって一回普通に書いて、あ、逆さやっつって逆さにでもここの要素がもうさ、だって打足なんだもんあの打足です。そう、情報量足りない場合はさ、あっという間にめっちゃ書くけどさ、余っちゃうとなんか打足つくのよねそうなんだよね。はいはいはい、でちっちゃいヨットにちょんちょん、このちょんちょん要素ね、で歯的な何かなのかな青のりついてますよ青のりついてる何かワンパンマンに出てきそう。うん、いそう。あの地球ヒーローぐらいじゃないですか。あの原作の方のね、アンパンマンに。そうですね。そう、うん、確かに確かに。まあ C 級ヒーローということで今回、まあ。C 級ヒーロー。C 級ヒーローです。では今井さん。今井さん行くか。もうなんかだって何がな、舐めてる？舐めてたわけじゃないです。舐めたわけじゃないんですけど、いや、あんまりこうドラゴンボールに引っ張られるのも良くないなっていう感じが若干あって、あ、裏を読んでしまった、きっかけなのかなって思ったら、うん、最終的にはなんだろうね、あのチームアルコちゃんが見た昨日の夢みたいな感じだからもうね、一人だけね、世界線がギャグ漫画なのよ本当にね、なんかオープニングに出てない、うん、チームアルコちゃんの、うん、それが多分コインで飛んでそうだよね足どこよ、箸ここに刺さってる、山つまんでる、なんか火山をつまんでんので、首と筋肉で鳥山明ですねこれちょっと芸術点上げられないですね、このサインを模様的なものをこう意図してるのかなっていう、そこまでちょっとなんか素直に読み切れなかったですね。ちょっとひねくれすぎちゃいましたね、歪んだね、歪んだね、裏読みすぎましたね、裏読みすぎた結果このクリーチャーっていう、クリーチャーでは最後さんこれなぁ、なんか1回目だって世紀末やん1回目はあれですね、あの若かりし頃のでも小暮れ、ね、2回目これあれじゃん、小学校の文集とかにある自分の似顔絵じゃんこれでもね、ベジータで書いてんだけどな、なんか俺もな、なんかちげえな、なんかちげえなって思いながら書いたの。ヨットに先祖をここに書いたら、あの下の方が顔になって、上の方が本当になんか、確かに。本当だ、なんか生首を頭に乗っけてるやばいやつになっちゃって、まあこれどうし、やばいなって思って、そういうことか。戦国武将の家紋みたいにね、同時に書いてあるもんね。本当だね。で2回目と頭はやったけど、いやもう顔なんて本当小学2年生だよなマジで、うん、実家に帰って文集とか読み出したら多分こう似たようなの書いてあるね友達あたり書いてる100 首の筋肉つってんのにボンレスハムやんだって、ね、うん、首の筋肉で筋肉はもうここ筋肉バーって書いて、鳥山の一応ベジータというのは分かったんですか、ね、あでもとりあえずベジータだ、ベジータだ、ベジータだ、じゃあ 0.5 ポイントやった全然単独トップマサさん俺らポイント振られてないの、なんで、僕褒められたのに答え合わせいきますか、はい、お願いします、はいはい、さあ大変なんだよこれこれ見るのがおもろいもんな、おもろい、おもろかった、じゃあまずいきますよ、はい、はい、ゆっくりで、将棋の駒を逆さにフライアウェイ、ちょっと待って、フライアウェイ要素フライアウェイ要素、歌詞あのリスペクトです、歌詞フライアウェイ、だ俺、あ、ごめん、俺の絵にフライアウェイ要素あるんだよいらないです、余計なことしない、すみません、以上です、はい、どうぞ、とお手を二つつけたらティファールと、うん、はいはいはい、ティファールは、ティファールは、まあ、まあ、今カップでしょ、カップとか、まあまあそうだね、マクドナルドのロゴってこんなんだよねーと邪魔にで、ここに本気、本気リスペクトですよ、火山を
爆発させる足りてない足りてない上が足りてない上が足りてない箸で山をつまやっぱそこが箸だったな山あーそういう山だ眉間の島シワだ音が二石線ずつんでいるよおまあまあまあててチャラあちょっと待って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 なるほど。なんか あの一個いいですか。あの、はい、さっき見たベジータの方がうまかった気がする。そうだね。そうだね。ちょっとこうなります。え、ちょっと今書いたやつもう一回見せてください。なんか。あすきだ。贋作。あのちょっと今回は作画崩壊バージョン書いてみる。ああ鳥山明のサインもなんなら1回目の方が綺麗。綺麗だね。めちゃくちゃうまいね。制作費足りなかったんだ。第3問目はバスター選手 0.5 ポイントということで。ありがとうございます。ああ、の戦いだ。なんだ。あの少数点。でも分かったかもしれない。さっきの2枚目を見て、あの1回目要素を聞いてもくるぶしみたいになっちゃうんだなって思ったけど、素直に捉えれば1回目聞くのはありだね。お前本当にその作戦でいいのか。まあ、あのひっくり返される可能性もありますけどその時はもうその時で、まあ、動画的には美味しいですから、うんうん、まあ美味しくなるかどうかは君の腕次第なんでお前がそんな偉そうなんだよあの絵でよ。なんでお前もそんな偉そうなんだよお前なんだ？ヤカオメ。ヤカオメ。じゃあ、あの低いラインでの戦争はやめよう。やめよう。弱い。弱いんだよ。ポコポコ殴ってるだけはやめよう。じゃあ次だ。ご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますのでフォローの方よろしくお願いいたします。では三上重工でした。